メール見ろ。確かになんか俺なんか募集してなかったっけ、加藤純一に似合う髪型ランキングみたいなのやってなかったっけ。ああ、いやこれいい、俺これにする。加藤純一に似合う髪型ラン選手権いいの来たわ。おこれにする、これいいじゃん。おすげえ爽やか、みんな俺これにするわ。次会うとき、ちょっと待ってな、これこれよくない、これな、これ俺これにするわ、これ爽やかでいいじゃん。あ、こんぐらい短くしよっかな、これもう爽やかじゃん、爽やかじゃん、これ爽やかじゃない、これ単発でさ、いいじゃんこれ。若すぎないかって、ただの単発なんじゃないのこれ。こういう人いるじゃん、30歳ぐらいで。これ見、これさ、これをさ、美容師見せたらさ、え、この人自分に似合う髪型を自分で作って持ってきたのって思われたら嫌じゃない？こうしてくださいってさ、見せたらさ、多分ぴったしこの通りにしてもらえるだろうけどさ、この人自分で作ってきてるんだけどって思われそうで嫌なんだけど。うわ、やだな、それ。すげえ、髪型に対する意識高いやつだと思われそう。これでお願いしますって。あ、便利だね、自分の髪型。え、こういうし、これはなんか、まあまあ、ちょっと、まあ。見てみるか。これちょっと画質悪いけど。あー、俺短いの、俺短い方がいいかもしんねえな。これよくない、これ。これぐらい単発。これぐらいの単発。サッカー選手見てていいじゃん。プロゲーマーっぽい。あれじゃん、梅原じゃん、これ、おい。てか、俺、梅原に顔似てねえねえ。おい。俺、梅原に顔クソ似てない、こうやって見ると。俺、梅原だと思ったんだけどよ、これ。梅原じゃん、俺。梅ちゃんじゃん、梅ちゃん。梅原。俺、梅原じゃん。なんかいい髪型ねえかなあ、これもいいじゃん。これ女受けよさそう。絶対的に女受けいい髪型。これどうよ、みんな、これ。ありだね。ちょっとセクシー路線もありだな、俺。似合うな、ロン毛。これどうよ、マジで。これありじゃね。真面目な話。ありだな。松田翔太見ててかっけえな、ちょっと。今んとこ第一候補だな、これが。なんかいっぱい送ってきてくれるけど。あ、なるほど。ちなみに俺がセンター分けするとこうなるらしい。別に変じゃない。変だな。これどうよ、ありでしょ、ありだな、いけそう、攻めれそう。もうこんぐらい短くしてみようかな。こんぐらい全然想像できないわ、全然想像できない。クリス・松村みたいな顔してんね。全然想像できないわ。おい、これさ、北島三郎の、これさ、おい、こういう演歌歌手いたよな、なんか、北島三郎がなんか書いたやつで、これな、ね、これな、俺、これありだね、これね。おい、これで演歌歌いてえわ。おい、こういうやついたよな、若くしてさ。ねえ。いたじゃん、これ。なあ。なんか、サンマのスーパーカラクリテレビかなんかでさ、
なんかいなかったっけ、若いやつでさ演歌歌ってたやつ。いやこれありだな、男らしいな俺。すげえ男にモテそうじゃない？めっちゃ男性人気高くなりそうじゃない？ありだわ。角刈りは、マジで一回してみて、冗談で。一回してみて、本当に。一回だけでいいんだ。カツラでもいいんだ、俺。へえ、やっぱ髪型だけでこんなに印象変わるんだな。